戦略的パートナーシップの検討開始に合意し、基本合意書にを締結いたしました。この度日産自動車とホンダは自動車の電動化、知能化に向けた戦略的パートナーシップの検討開始に合意し、基本合意書にを締結いたしました。100年に一度の変革期において、カーボンニュートラルおよび交通事故ゼロ社会に向けた取り組みをより一層加速させ、自動車の新たな価値創造をリードするためには、環境対応技術、電動化技術、ソフトウェア開発などの領域に関する強化が不可欠となります。それに向けては、日産とホンダ両社の強みを持ち合い、将来的な協業を見据えた検討が必要と考え、今回の合意に至りました。具体的には、自動車車載ソフトウェアプラットフォーム、バッテリー EV に関するコアコンポーネント、商品の相互補完など幅広いスコープで検討を進めてまいります。両社が互いの技術知見を持ち合うことで、新たな価値を生み出すことができるではないかと、こう考え、私たちは戦略的パートナーシップの検討開始に合意いたしました。時代の変化はますます早くなり、多様な競争相手がますます攻勢を強めてくるでしょう。悠長に構えている余裕はありません。